はい皆さんこんにちはレック専任講師の赤松です少々試験の基礎講座であります新十五ヶ月合格コースこちらの講座を担当させていただきますどうぞよろしくお願いしますまず私自身は平成八年の試験合格でありますその後二箇所ほど事務所勤務を経まして自分でも事務所を開業しております レッコの講師もそのあたりからさせていただいておりますので約20年となりますまあこの20年間たくさんの合格者を出してきましたのでぜひ皆さんもそれに続いてくださいこの小書試験合格率で言いますと3%から4%なかなかの難関試験なんですがこれにまあうまく対応するにはどうすればいいか小書試験の特徴を掴んでおく必要があります少し前の画面ご覧ください はい、小諸試験は実はこのような組み合わせ式の問題がほとんどです。誤っているものの組み合わせは、えー、組み合わせはどれか。正しいものの組み合わせはどれか。はい、そうするとすべての枝を実は分かっている人はないわけです。A パターンを見てください。A さんは右の枝はバツ、N の枝は丸と自信が持って切れる。実はこれで答え出てきます。右が絶対バツだってことであれば。 下の選択肢三番か五番しかありません。絵が絶対丸だっていうことであれば、五番答えではありません。ということはおのずと三番となります。こういう形で答えを出していく問題だと思ってください。逆に b. さんはたくさんのことを勉強しているんですが。すべて知識がうろ覚えになっているわけです。これでは答えは出てきません。はい。 この試験に対応するために皆さんにはぜひ今の A パターンこれを目指していただきたいということです。はいではそのためにはどういった工夫をすればいいか私のクラスまあどんな特徴をこ、えー、らしているかまず一点目ブレイクスルーテキストというテキストを使っていきますがそのテキストにつきまして大胆なメリハリ付けをしていきます A ランクにはマーク B ランクには印 そししててランクは無印としていきます皆さん復習の時に C ランクのところは思い切って飛ばしていただいて A と B となっているところそこを集中してしっかりと覚えていってください。少しししサンプルをお見せしましょう、はい、これは例えば民法の最初に勉強する未成年者という部分です。 はいこちらマークをしているところが A ランクです二番三番印をつけているところが B ランクです皆さん復習の時にここを集中して覚えていくそして下にこう降りていってもらうと無印となっていますこのようなところは C ランク論点となりますので逆に思い切って飛ばしていってくださいはいで私のクラスの特徴の二つ目二つ目は 板書によって情報の集約化、情報整理を工夫しています。はい、このようなものが板書となります。通常板書は講師が前に書いたものを皆さん写していただくんですが、私のクラスではあらかじめこのように準備をしています。皆さんに講義の時にお配りをしています。そして ちょうど欄外にこのように切り張りできるサイズになっていますから皆さんはこちら板書を切り取ってもらって該当する箇所に貼っていっていただきますそうすることでテキストの情報それとその補足の説明という形で情報を一箇所にまとめることができますはい、この使用書試験情報量がたくさんあるんですが私のクラスでは今のように板書というものを使って情報整理を工夫しています はい、では私のクラスの3つ目のポイントですが過去問ですこの司法書士試験は過去問の学習が非常に重要だと思っておいてくださいただ実際に復習で過去問を解くとなると難しい部分がありますなぜかと言いますとテキストに該当する過去問の番号が随時出てくるんですが過去問書はそのテキストの番号通りには並んでないわけです なので、自分で過去問集を検索して、該当の問題を探さなければいけない。これが結構大変な作業になってきますので、私のクラスでは。テキストの順番通りに、並べた過去問のレジュメ、それを併用しています。はい、例えば。このような番号、これが過去問の番号となります。はい、そして、こちらが過去問のレジュメとなります。 21ページに出てくる問題はこちら22ページはこの2つの枝23ページはこちらの3つの枝はいそんな形でテキストの順番通りに学習できる過去問のレジュメこれを併用していますので過去ものの学習も効率的にしていただきますはい以上一つ,つは大胆なメリハリ付け二つ目は板書に基づいた情報整理 三つ目が過去問を解きやすく工夫しているということです。はい、こちらいずれも、えー、自信を持っているところですから、ぜひ期待をしておいてください。私も法律の知識全くゼロから勉強をスタートしまして、こちらのレックで勉強しました。でこの十五回つく豪華コースこのコースで勉強しまして、一回で合格をしております。 どのようにすれば一回であるいは短期で合格できるのかそれは身をもって分かっているつもりですから今度は皆私が講師としてですね皆さんにそれをしっかりとお伝えしているところであります皆さんぜひそれに従って皆さんもぜひ一発合格あるいは短期合格を目指してください,はいそれでは皆さんと一緒に勉強できることを楽しみにしております 一発合格あるいは、えー、短期合格を目指して一緒に頑張っていきましょう。